西条駅前にやってきました。今から西条市とっておきの周遊コース城下水巡りの旅に出発したいと思います。はい、アクアルートとも呼ばれてるんですよね。そうなんですよ。そしてこのアクアルートをご案内いただけるのがおちさんです。よろしくお願いします。おちさんよろしくお願いします。はい、こちらこそ、4つのテーマを私たちは設けております。一つはまず見ていただくということ、それから学んでいただくということ、それから味わっていただくということ、それから皆さんに人と触れ合っていただくという4つのテーマでご案内をしております。はい、私味わう専門で、はい、分かりました。しっかり学びたいと思っていました。はい、では出発しましょう。はい、はい、はい、それではこちらの方へどうぞ。市内に何箇所かあるんですが、一番たくさんの方がここへ水を汲みに来られます。それでは皆さんにですね、はい、一度試飲をしていただきましょう。はい、テーマですよね。はい、味わうテーマで。そうです。いただきます。冷たい、すごい、美味しいです、ね、まろやかですね、本当に。で、冷たいことは美味しいということに、そうですね、はい、言われるわけですね。喉越しもいいし、まろやかだし、はい、そうですね。ずっとこの前に川が流れてます、でこれは川じゃないんです。でその水というのは3メートルから5メートルぐらいのところから水が地下から吹き出てる、それが泉なんです。その泉の水が溜まって川となって流れるということです。この泉も綺麗ですよね。はい、そうですね、はい、はい、こちらがアクアルートの真ん中頃になります。子供たちがこちらで夏遊べるように、ちゃんと降りれるように緩やかな坂を作っております。なるほど、それで緩やかになってるんですね。はい、はい、最近できました西条の図書館なんです。そうですね、こちらのコンセプトが水と木と紙というこの3つの、ものが網羅されてできている。はい、まず木は分かりますね、ね、中に電気がついております。ついてます。これ傘が紙でできてます。あれ紙なんですか。はい、そうです。それからここにある水、この3つとも西条市のね、はい、ならではのものですからね。そうですね、半世時代はこちらがもう神の中心で、伊予政という神の中心地だったわけですね。はい、江戸にたくさん送っていたということです。歌麿の浮世絵なんかにも使われたと言われております。はい、でこの辺りが大体、半世時代の、神屋敷と言われる、その伊予政という神を和紙を作ってた場所なんです。そうなんですか。はい、この辺りがそうなんですか。そうなんです。川のように、本当に景色が綺麗に映りますよね。普通はこれセメントで作れば長持ちするんですよ。ところは足あるいは年配の方に優しさを求めるために木でできてある、見た目もいいですよね。ね、ですよね、はい、ところが長持ちはしない。ほとんどがそんな感じですね。木を使うということがテーマになってますんで、水と木って、はい、合いますよね。そうですね、水の流れるところがこちらとこちらと2箇所あるんです。あ、はい、はい、分かれてますね。なぜ分かれてますかというと、こちらのブラックとこちらのブラックに水を送るために分けてるわけです。あ、なるほど。ですから西条はただ流すだけじゃなくて、はい、皆さんに平等に水が行き渡るように水門を作ってるわけです。じゃあ住んでる方に優しいですよね。はい、そういうことですね。江戸時代はほとんどがこっちからこっちへ水を送る場合に必ず石でこのような木を作ってました。今はほとんども水道管とかプラスチックの管とかでやります。で西条市内全部探してこの箇所だけ柿木が残っとる、はい、ここだけなんで す, です、ね、はい、非常に貴重なんですよ。これはぜひね、これからもずっと残しておいてもらいたいです ね。 そうですね、我々としてはもうそれこそもう残してもらいたい一つなんです。でこういう場所が日本でもそう何箇所もないんですよ。泉はたくさんあるんですけども、湧き水は打ち抜きっていうのはもう今はほとんど西条だけではないかというふうに言われております。そうなんですね、はい、水とともにここまで。そうですね、いました。この中に、徳川の御三家の一つ紀州藩の分家が西条にあったと。一つには新居浜にある別子銅山、はいはい、の管理運営、それとこの奥にあった一の川鉱山、アンチモニーという鉱石の出る、
これを監視するためにここに分家ができたという。でも面白いですよね。そうですね、そのようにしてできた。今日は本当ありがとうございました。もうすごく素敵な道を歩いてきた感じで、うん、はい、周りの人たちにも西条の長い歴史をね、まあ、我々が伝えていきたいのがもう本物ですので、はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございました。失礼します。